アロハ、はい、こっちか、こっちか、こっちか、こうか。なんで僕がこうするかというと、ハワイに行ってきたんですよ。なんでその気持ちが抜けないままに、僕が大好きなガーリックシュリンプ作ります。ハワイでも食べましたし、ハワイでキッチン付きのお部屋に泊まって作ったりもしたんですよね。そんな思い出とともにガーリックシュリンプ作れたらなと思っています。では早速やっていきますね。今日使うエビ、赤エビ。なんで赤エビがいいかっていうと、赤エビの身以外にも美味しいところがあるんですよね。ちょっと今日はそこもお伝えします。早速殻を剥いていくんですけど、おいおいおい中村待てよ、殻剥くのかよ、それ本場じゃないよっていう気持ちはわかります。僕好き嫌い何にもないんですよ。何でも食べれる。一つだけ言うとしたら、ガーリックシュリンプのエビの殻がちょっとどうしてもなんかない方がいいなと思っちゃうんですよ。だけど殻っぽいのがないと食べた気しないじゃないですか。なので唯一僕がこれ許せて、唯一僕が友達なエビの殻だけ取っときます。じゃあ早速やっていきます。まずは頭を外していきます。ペケッと、はい。頭って実は分かれるんですよ。このエビのこのね、硬いところこう手で持ってもらって、こうやってエビのヘルメットを外します。そしてこの目とかここにとんがってるイテーゼってとこあるんで、そこも外しちゃいます。こうやってピピッと。そうすると美味しい味噌だったりカリカリに焼ける足だったりあるんで、ここは大事に取っておきます。そして胴の方、だいたいハワイではね、ここに切り込みが入ってるんですよ。そして背わたを取って焼くんですけど、僕は申し訳ないですけどこれ全部外しちゃいます。殻を外します。なんかガーリックシュリンプに使うハワイとかのやつってすごい皮が柔らかいエビが多かったです。結構ね、赤エビは殻硬いんで、そういった意味も込めて殻を外しますね。そしてこのエビの真ん中に背わたがあるんで、これは外します。エビの背中に包丁をピーって入れてあげて、でちょっと開いてあげると、エビによって大きさが違うんですけど、これが背わた、これをまあペーパーとかでこうやって外すのがスマートかなと思います。エビもちょっと開けるんですよ、こういうふうに。そうするとエビを焼いた時に結構エビにボリューム感も出るので、背わたを取るっていう目的と、エビに火が入りやすくする、あとはエビの形を良くするっていう、その3つの2点があるので、この作業は絶対にやってください。僕ハワイで大好きなのがあって、果物、パパイヤ食べまくってましたね。安いんですよ、本当にえってぐらい美味しくて、うんざりするぐらい食べるんですよね。もういいやってぐらい。あとはちょっと現地にしかないよくわかんない謎のフルーツ、英語もちょっと読めなかったんで謎のまま終わっちゃいましたね。あとあれ、アヒルじゃないんですよ、マグロ。ちょっと現地のやつをスーパーで刺身クオリティって書いてるやつを買いました。なんかポキとか作ろうかなと思ってて、刺身クオリティって書いてあったんですけど、なんかいろいろ思うことありましたね。はい、ハワイってなんかいちいち可愛くないですか。アヒとか何かいいとかワイキキとかいいっていう感じです。わかります。なんか可愛いっすよね。ハワイあるあるでも言いましょうか。ハワイあるある、塩の種類めっちゃある。シーズニングソルトだったりトリュフソルトとかもなんかめちゃくちゃ種類が来たし、どんだけ香り付きの塩好きやねんって思いましたね。でも普通の塩はほとんど売ってないですよね。なんか 2,3 種類しか売ってなくて、なんかシーズニングソルトが30種類があって、まあでもね、全く違う環境で料理を作るってすごい楽しくて、できればもう世界中の食材で現地のキッチンで僕は料理をしていきたいなと、そんな僕の野望をこの料理動画で話しています。ようやくエビの下処理が終わろうとしています。エビの殻とエビの身に分けました。次にガーリックシュリンプのガーリックとかを切っていきます。詳しいレシピの詳細はクラシルアプリでご覧になります。ガーリックシュリンプの材料はもうエビとほぼこれだけですね。レモン、ガーリック、唐辛子、あとはちょっと白ワインがあるとより華やかになります。まあ、レモンはね、仕上げにちょっと絞って食べていただく感じで、なので串型に切って、端を切ってここの中心、ここを切っていただくとジューッと絞れるので、意外と知らない人が多いですね。そしたら次はね、ニンニク、ニンニクはねちょっとイレギュラーな大きさがたくさんあった方がいいんで、あえて粗みじん切りにしますね。包丁とかで潰して体重かけてこんな感じに潰したら、これをみじん切りにしていきます。まあ本当に結構粗めでいいんで、包丁の向きを変えてこうやって切っていくっていう、
はい、そしたら炒めていきます。フライパンにオリーブオイルを入れてもらって火にかけます。そしたらもうエビを入れていっちゃいます。エビのこの足を下にして入れた方が、もう足の方を積極的に焼きたいんで、はい、ちょっとここ丁寧な仕事が求められますね。綺麗でしょう。そしたら火加減は弱火の強火ってところですかね。じっくりじっくり足から焼いていきます。足を焼くのと同時にエビオイルを作ってます。このエビの殻の香ばしさとかが油に乗り移って、エビがすごい効いたオイルになるんですよね。焼けてきましたね。エビの足がクリスピーになってきました。正直エビの身を焼くより全然時間かかります。このアルゼンチン赤身に関してはお刺身用なんで結構サッとでいいんですよね。だけどサッと焼くと香ばしさが出ないんですよ。その香ばしさは全て君に託したっていう感じですね。エビのエキスがだん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 油の奥に沈んできます。エビの美味しいオイルを作りながらエビのソースも作ってる感じですね。ああ、いい香りですね。あの今30メートルくらい離れてるスタッフにもこの香り届いてると思います。匂いするよね、やっぱり。うん、なんで換気扇は絶対つけた方がいいですね。あ、そうそう、ハワイ換気扇が全然聞かれない。びっくりした。音はすごいんですよ。うわーっていう音が超でかくて、撮影もしたんですけど何にも聞こえない、うわーって言ってくれたから、もうちょろ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 、もう真っ白、やばいと思って窓開けて、あの音は一体っていう。日本の換気扇すげえなって。そうこうした間に音が緩やかになってきました。音が緩やかになってきたってことは、足の部分の水分が焼けてきてなくなってきたって証拠ですね。エビの足だけを炒めてるのに、エビの上の方にも余熱で火が入ってくるんですよ。なんでだん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 タンパク質が固まってくるんですよね。もう結構上の方まで火が入ってきたし、この辺もカリカリになってきたなと思ったら、ここで向きを変えて全体的に焼いていきます。もう殻が焼ける目安、こんな感じで見てもらえば分かると思うんですけど、なんかつまんで食べたくなりましたよね。塩振って食べたいなこれって思ったら、ここでストップ。これで一度エビの頭を取り出します。そしたら唐辛子、僕辛いの好きなんで種ごと入れちゃいます。あとニンニク、弱火でじっくりとエビのエキスにガーリックの香りと唐辛子の辛みをつけます。このエビの美味しい香りにガーリックの香りが来ると、ガーリックシュリンプの出来上がりですっていうぐらい、もうガーリックシュリンプです。ここはね、丁寧に丁寧に、でちょっと香りが出たらガーリックにちょっと塩して、もうガーリック自体に美味しさをつけるって感じですね。これでだいたい1分半から2分ぐらいニンニクが加熱してますね。結構弱火なんで香ばしくなってはないですけど、ちょっとオイルを補充して、でこの段階で中火にしてください。でエビを入れて、エビは強火で焼き固めるというよりかは、もうエビの香ばしいね味と香りはもうソースに出てるんで、エビ自体に香ばしさを求める必要はないです。これでエビに8割型火を通したら、ここで白ワイン投入。白ワイン入れたら強火にしてもらって、アルコールを飛ばして鍋の周りの旨味をこそぎ取って、で軽く煮詰めてエビのオイルと水分を乳化させて、で煮詰まってきたら先ほど焼いたエビの頭を戻し入れます。よいしょ。エビの身とエビの頭の再会ですね。帰ってきたよって感じです。そしたら火を止めて、この美味しいソースを全体にまとわせて、これでガーリックシュリンプの完成です。せっかくなんでね、ちょっとハワイっぽくしたいなと思って、ガーリックシュリンプってご飯めっちゃ合うんですよ。なんで結構現地でもご飯とかフライドライスとかと食べるんですけど、普通に盛りますっていうと、なんかねちょっと味気ないっすよね。カパッて外れるやつあればいいんですけど、ないんすよ、うち。そういう場合、そういう場合、そういう場合、諦めちゃダメです。身近にあるものでいい感じにできるんで、ラップ、ただこれだけです。でも結構ラップを使って整えるって、なんかパイ包みの中のファルス具を整えたりとか、結構いろんなものに使う技法なんですよね。なんで高等テクニックです。ちょっとなんかダイヤモンドヘッドみたいなね、そんな感じの、やっぱハワイといったらね山なんで。そしたらやっぱなんかサラダっぽいね葉っぱ、ベビーリーフミックスとかああいうのでも全然いいです。サラダを盛ります。ドーンと。しまった、ドレッシングがない。ちょっと一回カメラ止まってもらって、私ちょっと買い物行ってきてっていうわけにもいかないですよね。そんな時のために15秒で作れるドレッシングになります。10秒もかかんねえな、7秒。はい、ドレッシングの作り方、もうダイレクトスタイル、サラダに塩、そして
白ワインビネガー、ここにチチチチチチチってオリーブオイル、そして胡椒。このドレッシングうまいんですよね。ドレッシングって乳化してた方が美味しいって思いがちですけど、乳化させるのはそう、ドレッシングというもの1本を上から下まで均一に使うために乳化させるんですよっていうのが僕の持論で、こういう風に別々にやったらより白ワインビネガーの酸の感じとか、あとオリーブオイルの香りとかが混ざり気のない味なんで、めちゃめちゃ美味しいドレッシングが作れるんですよね。はい、そしたら次にガーリックシンブを盛ります。このね、美味しい頭、これももちろん乗せますよ。ちょっとね、このダイヤモンドヘッドに立てかけたいしね、ちょっとハワイっぽいっすよね、この盛り付けもね。美味しいソースを仕上げにエビにしっかりとつけて、でカットしたレモンを添えて、ガーリックシュリンプの完成です。 YouTube やってます。実はもう2万人行きました。クラシルの私とは全く違う、ちょっとえって感じのチャンネルですが、面白いと思います。ぜひそちらもチェックしてください。いやー、ハワイ思い出しますね。いただきます。うん、超濃厚。エビってこんな味濃いんだってぐらい濃いですね。頭も食べちゃいますよ。やっぱガーリックシュリンプは殻がなきゃダメですね。だけど殻と身は分かれてていい。エビの持ち味をエビが知らない領域まで発揮しちゃいましたね。もうガーリックシュリンプエビ味なんですよ。もうエビ味ってつけたくなるぐらいもうエビなんですよ。ちょっとね、レモンなんか絞るとね、なんかハワイ感じると思うんですよね。うん、恐れ入りましたって感じですね。エビに本当に愛を持って接すれば、こんだけ美味しいエビ料理ができるってことを僕はこれから発信してって、どん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 地球の食を美味しくしようかなと思ってます。そんな革命的な一皿です。ぜひ作ってみてください。美味しいです。